こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今何をやってたかというとですね、203年モジュレーションと言いまして、203年を、まず演奏していって、だんだんその203年がその頭拍みたいに聞こえるように演奏を変化させていくっていうことをやりました。だんだん手拍子しづらくなってたと思うんですけど、まずは203年ですね、こういうことです。バスラに今四分音符と入れてましたけど、タンタカタンタンタカタンまんまるちゃんまんまるちゃんまんまるちゃんタンタカタンタカタンタンタカタンと、タンタタタンタンタタタンと聞こえるはず。まんまるちゃんまんまるちゃんと聞こえたら正解です。でこれを左の足にも合わせてタンタカタンタンタカタンってやると三拍子が上に乗っかる感じ。の上に三拍子が乗っかる感じになります。ここまではいいですかね。そうすると次どうするかというと、今度はタンタカタンタカタンタカに三拍子だったやつをタンタカタンタカタンタカで2割をしていきます。そうするとバスラで四分音で感じながら今やってみました。今三拍子の2割ですね。でこれはハイハットまでついていくと、という具合にこれハイハットとバスラの関係が、これ3連符の最初3つ目、ウッキドンキー、これ一緒、ウッキドンキー、ウッキドンキー、ウッキドンキー。でこれにさらに4割のコンガパターン、ツッカッツッココツッカッツッココを入れてみると、ワンツー、これもう2側でしか見れてないので、4側から、という具合に分けて考えて演奏すると、演奏中に急にリズムがポンって変わった感じがする。でベース側で四分音符やってる上でこれをポンって急に変えたとしても、分かってるベースはそのままキープしてくれるし、ついてきたりすることもあります。でもついてきてドラムがこの1、2、3、4側をちゃんと感じていないと戻れないので、ちゃんと1、2、3、4側から4拍子側からこの203年を見てるって練習をしっかりすると、その上にリズムをさらにこう1個乗っけるということができます。こういうのをモジュレーション、タイムモジュレーション、要はちょっと変調するというか、ね、変わった形、これポリリズムとも言いますけど、こういったのを違うリズムを上に乗っけるみたいな感じ、乗っけてこっちに行っちゃうんじゃなくて上に乗っけてこううまくバランス取るみたいな感じのイメージなんですけど、こういうことをジャズミュージシャンいっぱいやってます。だから途中でベースとずれてんじゃないと思ってもふって帰ってくるシーンとかがあるでしょ。
こうやって緊張を生んで、うーんってなって、ボンって戻って安心みたいな感じ。だから、要はこういうのはリズムのテンションって僕は呼んでますが、リズムがグッて緊張して、でもちゃんと四分拍かってるから、ボンって戻ってこれるっていうところに、まあ面白さを感じるかどうか。フリーっていうのはこれのどんどん延長ですね。長い時間もずーっとこう緊張を保ってて、ボンって戻すっていうのが、まあフリーの面白さだとは僕は思ってるんですが、といった、こうリズムのこういう、こう、緊張緩和っていうためのモジュレーション、203年のモジュレーション、まあまあ演奏で使えるので、この後 0.75 とかもあるし、いろいろ 1.5 拍っていうのもあるんで、その辺も少しずつやっていきますけど、まあ、これが一番、まあ、演奏中にスッとできるんではないかなと思うので、頑張って練習してみてください。それでは本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。